さて、じゃあまずですね、ここまでで、その行列の行をこう加えたり、定数倍数数変形っていうのは、先ほど紹介しました、基本変形と呼ばれる基本行列ですね。行列を、元の行列に左側からかけることでできるということをまず押さえました。で、次に、今度ここからですね、その方程式、連立方程式を解くのに使う階段行列というものを定義します。これは教科書は38ページの下半分の方に書かれてありますけど、一応定義として書きました。今ですね、 A を M 行 N 列の行列とします。で、この時にまず、第 i 行が0ベクトルでない時ですね、第 i 行がどれか1個の元が0でない時に、この A の第 i 行の先頭列というのを考えます。先頭列は何かっていうと、その A の第 i 行で、0でない一番左側の列ですね。で、だから、例えば、なんだろう、2行、2×3 の行列があったとして、例えば第1行の0でない成分が第2列にあったとしたらば、この K の1は2というふうにですね、定義します。で、この言葉を踏まえて、M 行 N 列の行列が次の条件を満たすときに A を階段行列と言います。一応まず数式での抽象的な定義を述べてから、その意味するものをもうちょっと詳しく図解で解説します。まず、この階段、先頭列ですね。この先頭列が K の1、K の2から K の R がこういう順序関係、代償関係を満たしているということ。それから、2番目は、この A の1行 K1 列の成分、A の2行 K2 の成分から A の R、KR の成分が全て1に等しいこと。で、3番目は、R が M より小さいときに、第 R プラス1行以下は0であること。という定義なんですけれども、じゃあ実際にその3つの定義はどういう意味を持つかというのを、ちょっと次の図で見ましょう。こんなふうな形のものを、その階段行列と言います。まず、階段っていうのはどういうふうになっているかっていうと、この例えば第1行の、一番左側で0でない要素ですね、 K の1がこんなふうになってますと。で、その次、K の1より K の2が大きいということは、こんなふうにですね、こう見た感じでこう階段ができてるんですね。で、同じように K の3は K の2より大きいですから、また3段目の段ができていてっていうふうにして、最後までこの R までこういう階段みたいな、非0でない成分による、段ができております。そして、この段のですね、角にあたる部分、例えば K の1行 K の1成分ですね、ここは1です。それからここも、2行目の K2 列の成分もこれ1ですね。で、同じようにして、この段2の角にあたる部分の成分は全部1ですよということを言っております。それからもしこの段がですね、この R 段で終わってますということになると、この R プラス1行目から下の行は全部0ですよということが、これ3番目の性質なわけですね。で、こういう形の、行列を階段行列と呼びます。まず、数学はどうしてもこのきちんとその数式を使った厳密にた定義が必要なんですけれども、意図しているものは、こういう直感的にこういうふうなもんだというような意味がありますから、それをセットで理解してください。で、次にですね、階段行列の中でもさらに特別なものを簡約階段行列と呼びます。ここからは教科書の39ページですね。で、これは定義はどういうものかというと、その M 行 N 列の行列 A が階段行列ですね。だからさっきの形の行列なわけですね。まずはさっきのこういう階段行列ですと。階段行列でさらに、この A の i 行かける ki を含む列ベクトルの成分が A の iki 成分イコール1の時全て0であるとき、 A を簡約階段行列というんですけれども、ちょっと読んだだけではどういう意味かなかなか最初は理解しにくいんですけど、何を言ってるかっていうと、この階段にあたる部分ですね、この階段にあたるこの段の部分の列が、この角の1以外は全部0ですよってことを言ってるわけです。例えばこの K2 であれば、この1行目の成分0ですし、この KR であればこの R 行目の成分だけ1で、そこから R-1 より上の成分は全部0ですよってことを言ってます。
まあ、こういうふうにその段々のところには角だけにこう1っていう非ゼロの成分が入っていると。こういう時にこの行列は簡約階段行列と呼びます。ですので、ただの階段行列と簡約階段行列がどういう違いがあるかというのをよく確認しておいてください。さて、ここでいくつか注意事項なんですけれども、もしですね、簡約階段行列において、その、第i 行がゼロベクトルでなければですね、その先頭列、k の i の列っていうのは基本ベクトルに等しいと。EI に等しいと。これは何を言ってるかっていうと、例えばここですね、この、例えばこの2段目のこの段々になっている行列なんですけれども、ここは、2行目のこの段のところが1で、それ以外の成分は全部0ですから、これは基本ベクトルの E2 ってやつですね。2番目の成分だけが1の基本ベクトルと。そういうことになっています。それからともう一つの注意点は、正則行列が簡約階段行列ならば、単位行列になっているという点にも注意が必要です。で、これは、一応ですね、理由としましては、N 次正方行列 A が正則ならば0の行ベクトルは存在しないので、A が簡約階段行列ならば KI イコール1、で、あと R 段数が N、A 段数がちょうど N だから単位行列になりますよっていうような理由があるんですけれども、ちょっとここはまだなかなか難しいと思うので今はちょっと置いときますが、もし興味がある人はちょっとこの理由について考えてみてください。大事なことはですね、その行変形の計算をちゃんとできるようになることですね、まず。はい、ということで、今日の一番大事な定理の一つはこれですね。定理 2.1 です。教科書で39ページです。どういうものかというと、M 行 N 列の行列 A というのは、行変形によって簡約階段行列にすることができますというのが、この定理の主張です。で、言い換えますと、次の言い換えもできます。任意の M 行 N 列行列、M 行 N 列の行列 A に対して、ある M 次正方行列 B が存在して B×A が簡約階段行列になるということですね。それで基本的に全ての行列は簡約階段行列に変形できると。で、将来的にはそれを使って連立方程式解きますよっていう話になるんで、ちょっとそのつもりでいってください。で、この証明ですね。証明は教科書には10行ぐらいで書いてるんですが、この証明読んで分かったっていう人どのぐらいいました？一応読んでみたという人はどのぐらいいました？はい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 、はい、はい。よく頑張ったと思います。なんか、多分あれですね、きっと読んでもちんぷんかんぷんな人は結構いるんじゃないかと思うのですけれども、これから、この証明にですね、どのようなことが書かれているかということを、こちらちょっと図も示しながら説明します。で、これが、行変形 の手順も示しています。ですので、今日の授業を聞いたら、教科書をもう一回見てみて、で、今日の僕が説明した手順がどのような説明で書かれているか、この教科書の説明のどの部分がどの手順に対応しているかっていうのを確認してください。では、その証明のポイントだけ紹介します。まず、この A、行列 A がですね、こんなふうに与えられたとしましょう。M 行 N 列の行列ですね。で、まずこの第1列に着目します。で、この第1列 の成分なんですけど、もしですね、この A の11が0であったときに、他の1列目の成分で0でないものがあったら、あらかじめその行と第1行を交換しておきます。これによって、まずこの A の11は、以後は0ではないと仮定して話を進めます。で、次ですね。次はこの第1行。この第1行を A の11分の1倍して、この11成分をまず1にしてしまいます。で、3番目。この第1行をですね、定数倍して、第2行から第 M 行に加えてですね、ここの赤で囲った部分、第2行目以下の第1列の成分を全部0にしていきます。で、具体的にはどういうふうにすればいいかっていうと、この
1セーブのこの1を使って、例えば2行目の A21 を0にしたいと思ったら、何倍すればいいかでしょうね。何倍すればいいでしょう。マイナス A の21倍すればですね、これマイナス A の21をここに足すことになりますから、こうやって0にできると。で、同じようにして、第3行から第 M 行も、この第1行の何倍かをここに加えて、まずこの第1列、ここを全部0にしてしまいます。で、4番目。今度は、この右下の22成分から右下のブロックに対して、今の操作を繰り返し適用していきます。で、それとあと、もし第1列の成分がですね、こう全部0だったような場合には、この第2列から右側のブロックに対して、先ほど説明した1番目から3番目の操作を順々に繰り返していきます。で、結果として、実は今の1、2、3の操作をですね、第1列、第2列っていうふうに ずっと繰り返していくとですね、こんなふうに階段行列がまず得られるんですね。そうすると、この階段行列の今度は、段差の1の部分ですね、例えばこの列、それからこの列で、同じ列で、1より上のですね、非0の成分を全部0にしてしまいます。で、どうすればいいかっていうと、例えばこの場合、ここの、赤い箱を0にしたいと思ったら、第2行に1がありますから、これをこの第1行の成分倍してですね、第2行、この第1行の成分倍して、ここに加えると。そうすると、こう0になります。で、同じように、この1の行で、この上の行ですね、上の行の成分倍だけして加えていくと、0000というふうに変わります。で、これで、終わってみると、実は簡約階段行列になっているっていうんですね。っていうのが、この証明及び計算の手順です。ですので、注意してもらいたいのは、この計算の手順がそのまま証明の流れになっているということですね。はい。で、最後ですね。最後は、とりあえず、簡約階段行列、もともとの A を簡約階段行列に変形できてよかったねなんですけれども、最後仕上げは、実はそれ、行列の掛け算でそういう計算、操作ができますよっていうことを言ってるんで、それを一応確認しておきますと、今の1番目から5番目の変形っていうのは、すべてその行基本変形の組み合わせですから、その M 字の基本行列っていうのが存在して、この元々の行列 A にですね、今の行変形を行ったその行列をかけていくことで、A が、これが簡約階段行列になるということですね。で、そこで、この A を簡約階段行列に、変形するために行ったこの行の変形、基本変形の行列の積を、まあ、B と置くと。そうすれば、B×A が簡約階段行列になったということが言えます。で、さらに、この、一連のですね、行基本変形、基本行列っていうのは全部正則ですから、この積も正則ですと。ゆえに、この B っていうのも正則ですということが言えます。これで一応定理の証明は終わりです。